今日もまずは県内各地で見ごろを迎えているソメイヨシノの映像からお届けします。今日は湧水町と伊佐市の満開の桜をご覧ください。湧水町の JR 栗野駅にほど近い丸池公園です。丸池公園は豊富な湧き水とともに桜の名所としてよく知られています。見上げた先にはソメイヨシノが。見下ろしても水面に映り込んだ満開のソメイヨシノを楽しめます。訪れた人たちは辺りを散策したりしながらゆったりとした時間を過ごしていました。めっちゃ綺麗、満開でめっちゃ綺麗です。高校生の時からの仲です。電車が一緒で仲良しでいます。一方、伊佐市の只本公園では早くも花吹雪が美しく舞う様子が見られました。どこまでも続くかのようなおよそ2キロにも及ぶ桜並木のトンネル。満開のソメイヨシノを見るために公園を訪れた大勢の花見客たちは散り際の桜を思い思いに楽しんでいました。高校の友達です。よかったですね、気持ちがよくて綺麗ですね。只本公園では来月9日まで桜まつりウィークを開催中で、期間中は夜になると桜のライトアップも行われるということです。いや、満開の桜ということで、こうこんもりしたソメイヨシノって本当に美しいですよね。ですね、どこを見ても桜って幸せな気持ちになりますね。お弁当も美味しそうでした。